日ご紹介するのはね、ニルバーナ。ニルバーナとはアメリカのバンドです。ニルバーナは1986年にデビューしました。そしてね、1991年に発表したセカンドアルバム「ネバーマインド」の中からね、この作品曲のタイトル忘れちゃった、大ヒットし、世界中にねもう大ムーブメントを巻き起こしました。グランジですかね。だらしなくて、だらしないんだけどしょうがないかっこいいみたいな、そういう感じです。で、残念ながら、ね、1994年にね、ボーカリストではね、カート・コバーンのね自殺により解散してしまいました。ニルバーナとはインド哲学の言葉であり、ネルバーナとは涅槃であります。涅槃ですからね、死んじゃったわけですね。ニルバーナさんっていうとダウンチューニングをするらしいんですけど、ちょっと私が曲を聴いて、リフト歌のところとずっと同じなんですけど、こういう感じです。なしにかっこいい、かっこいい曲ってね、ごちゃごちゃしてないんですよ。シンプル、これに合わせてね、Let it go now, let it go now, let it go now って言うんですけど、信じられないぐらいヒットしたわけです。もう OL さんとかも聞くぐらい、もうでもね、格好も今見るとなんていうか、ちょっとダボっとした感じのジーンズとか履いてて、やっぱかっこいいんですよね。俺たちの世代で言うとかっこよかった、ファッション的にも。これしょうがない、確かにかっこいい、ニルバーナ。残念ながら自殺しちゃったんですけど、でもしょうがなかったのかなという気もします。今回ご紹介したのは、アメリカのロックバンド、伝説的なロックバンドです。ニルバーナさんでした。それでは、See you soon です。